200ページくらいを丸々好きに書かせてくれる。200ページだって大変じゃないですか。だけど、やっぱりそれでね、話の構成力とか、あ、勉強になったってね、訓練になったってことですか。そうですね、本当に勉強させていただきました。200ページはかなり大変ですよね。大変ですね。簡単におっしゃってますからね。でも書かないと生活できないから。あ、そうなんですか。変な話ですけども、その歌唱で200ページ書くと、どのぐらいいただけるものなんですか。2万3000円だったの。それ何年ぐらい前。結構安くないですか。いや、でもね、200ページで2万3000円ですか。そうそうそう、だから20万じゃないですか。何十年前だ、70年代ですか。いや、60年代後半ですか。でもね、当時ね、大学でのサラリーマンの初任給っていうか、はい、が4万いくかいかないかだった。あ、そっか、じゃそれなりの、カツカツだけど、あとね、足りない分ね、私あのパチンコで食べてました。ちょっと待ってください、ちょっとイメージが。え、先生、パチンコやるの。やるんですか。はい、やります。あのパチンコって当時ね、なんかそれこそお野菜からね、鍋かま、お醤油、油、いろんなものが景品でありましたね、ありました、生活用品ありましたね。そうなの、それで本当に食べられたって感じかな。僕も赤坂よくやってましたけどね。赤坂。あ、そうですか。そうそう。